や、皆さんこんにちは、ワクワクさんです。ゴロリだよ。ワクワクさん、今日は何するの？今日はね、我々ね、いつもはね、子供向きにやってるんだけど、うん、大人っぽいこともしてみようと思って、今回やっていきたいのは、はい、ハイレベルワクワクさん、イエーイ、イエーイ。ハイレベルなんだって。でもなんかあるものはめちゃくちゃ小学生とかが使えそうなものだよ。大丈夫？今日あくまでこれは子供たちも見れるような動画にしたいと思ってるんだ。なるほど、既存のファンも大切にしつつなんだね。そうだね、一応ターゲット層は多い方がいいからね。あ、そうなんだ、ワクワクさん。そうだね、今日は何するのかな。まずやっていきたいのはこちらだ、うん、まず用意するのはこの紙ブート。紙ブート、何の変哲もない紙ブートだね。何もやることないね、これ。そうだね、ワクワクさん、これで何かできるのかな。僕不安になってきたよ、これ、うん、じゃあまずこのマジックをね、うん、用意してくださいね。マジックを使うんだね、うん、うんうん、マジックを使う。それで、一気にこう書いてみよう。なんて書くのかちょっと気になるね、みんなも。はい、はい、できました。なんて書くのかな。こうすれば、ほら、辞職届け。辞職って、辞職って何のこと？うん、これはね、うん、お仕事を辞めたい時とかに、うん、自分の上の人に渡すものなんだよ。あ、そうなんだ。なんかさ、ゴロリもさ、生まれる前の記憶でさ、なんか出した気がする、こういうの。ゴロリくんの前世かもしれないね。そうだよね、うん、うん、早くワクワクさん次行きましょう。そんな決めてないんだけどね、何するかね。あー、でも僕ワクワクさんについていくしか脳がないからさ。ゴロリだからさ、ゴロリが仕切ったことないの今まで。ゴロリは本当に無能なんだね。だから先どっちクビにするって言ったら僕なんだよね。このチームっていうのは、まあ、間違いないだろうね。だから次ワクワクさん次何するんだ。だから待てよゴロリ、落ち着けよマジで。少し黙れ。いや、ワクワクさん口が悪いよ。僕だってこの非雇用者なんだよ。ね、雇用されてるんだよ。ワクワクさん、好きっぽいの出てきたね。じゃあ次ね、じゃあやってみようか。初読みっぽいの出てきたね。これをこう半分に折ります。あ、これは子供の時にもよく出たムーブだね、これ。半分に折る、半分に折る。で、さらに半分に折る。あ、8分の1だね、こう等比数列だね、これ、うん、1、2分の1、4分の1、6分の1で、これは開けるだろ。当然8等分になってるよね、うん、そしたらね、これをね、こういう風にやるでしょ。あ、今までの規則全然無視しちゃった。僕、これどういう風に、うん、大丈夫、ね、大丈夫なの、分かるようになるから。大丈夫なの、これ。はい、これでできました。これ何、これ。これはね、藤木くんの髪の毛だよ、これは。藤木くんの髪の毛ね。そう、うん、でも僕さ、うん、人間じゃないからさ、藤木くんと友達になれない。ワクワクさん以外の人間の友達いないからさ、藤木くん悲しいね、これ。藤木くんはね、いないの。じゃあちょっと大人っぽくいこうか。大人っぽくいこう、うん、じゃあまずはね、粘土のね、この箱を用意します。粘土の箱、これはもうプラスチックかな、ポリエチレンテレフタラートってやつかな、うん、で、そしたらね、うん、次にね、ティッシュをね、こう丸めてどんどん捨てていく。あ、ティッシュを丸めて捨てていく。紙がゴミ箱にもなるね。そうだね、うん、これ満杯になったら、うん、ほら、男子中学生のゴミ箱だよ、これ。あー、男子中学生のゴミ箱、わかる。でもね、ゴロリ性欲ないかわかんない。ワクワクさん、じゃあこれを お母さんとかにバレたりしたの？そうだね、僕はでも見つからないように、うん、自分でトイレに捨てに行く。あー、そうなんだね。あー、じゃあ結構人間っていうのは空気が読めるんだね。僕たちはもう垂れ流しだからさ。垂れ流し、僕たちみたいな生き物は垂れ流しだからさ、そうやってさ、気を使うって概念がないの。だからワクワクさんとかみんな人間と人って生きづらいね、気使ってばっかりで、うん、これも別にいいことなんだけどね、本能だから。次はね、これでね、ちねっていきます。はい、ちねっていきましょう。じゃあゴロリもね、じゃあちょっとやって、これやります。ワクワクさんにやれって言われたらやるんだけど、自分からはやんないんだよ、ね、しじまち人間なんだね。しじまち人間なんだよね、僕ね。まあ仕方ないね、僕だけだったからね、上司が。そう、上司がさ、ワクワクさんだけだからさ。ワクワクさん、何、ワクワクさん。ちょっと潰れてきた。潰れてきたこいつ。喋りすぎて。ワクワクさん、今何作ってるの？ない、これね、船を作ってる。あ、お船ね。ここに人をね、乗せます。こういう風に。ゴロリは乗っちゃいけないの？なんで人を乗せるの、人を強調したの？僕に対する差別かな、今のは。ゴロリ敏感だね、急に。だって、ワクワクさん最近そういうとこあるからね。なんかその先入観で生きてない。っていうか、ゴロリって何なの一体？ゴロリは猫です。ゴロリは猫です。猫だったの？猫です、猫です。自分で自分のこと全然分かってないね、君。これ、このバラマイタのこれ、石ころ、これはね、人だよ、これ。あ、人助けないと。でも助けない。助けないの？これはなぜなら、ノルマントン号事件だから。ああ、ノルマントン号事件、うん、1890年代後半。そうそうそう、はい、そうだね。すごいね、これ結構非常に感慨深いね、こういうの見ると。110年ぐらい経ってるからね、今現在。まあそうだね、こういう事件をいっぱい見てきた身としてはさ、こういうのはやっぱりこういう工作で作って人に伝えていく、
そういうのやりたいね、ワクワクさん。そうだね、今やってるけどね。急になんかあの賢者モード入ったね、ゴロリ。僕ね、常に賢者モードなの。あ、そうなんだ。人間の100分の1のペースでしか精子作られない。あー、そうなんだ。だから遅いね、なかなか種の保存が難しいね。難しいんだよね。だからもう2、300日に1回とんでもなく気持ちいいのが出るって感じなんだよね。急に汚いね、ゴロリ。あ、そうなんだよね。うん、ゴロリってそういうところがあるからさ。ゴロコのことが好きだからさ。ゴロコいるんだ。いるよ、森の中にはいるよ。絶対天然記念物だね。僕たちゴロリとゴロコがね、仲良くして作った参考書知ってる？何それ。それゴロゴ。あ、ゴロ、あ、ゴロゴ、あの語呂合わせのね、語呂合わせの古文の教科書のゴロゴあるでしょ。あれゴルゴ13じゃなくて、ゴルゴ、ゴルゴ13とかじゃないよ。ゴロリが作ったんだよ。裁判ものなんで、それもはや。あ、そうなのかな。何作ってんのこれ。電気力線。電気力線ね。ゴロリもなんかね、100年前なんかね、あのガンディーに聞いた気がする。ガンディーに聞いたの。4杯 KQ っていうなんかわかんないけど聞いた気がする。聞く人おかしいだろう。ガンディーって全部見えるの。あのガンディーも意識的に言ってない。意識でもうなんか無意識に言ってるの。あのコックリさんみたいな感じ。おっしゃ怖い感じ。アインシュタインもびっくりだね。アインシュタインもびっくり。すごいからね、コスパよくね。よかったね、若林さん、その自分の好きなもの作れて。ああ、急になんか達観した目線になりやがったよかったね、自分の好きなもの作れて。行くっていい？ちょっとこのキャラ疲れてきた